お母さんまただよ。今度は化粧水か。帰宅後、娘と共用の化粧水がなくなっていることにげんなりした私たち。犯人は分かっている。かの暴虐の女王、トメである。トメは合鍵を使って勝手に家に侵入してくる。それも私たちがいない間にだ。ただのアポなし訪問ならどんなにいいことか。そう、トメは私の私物を勝手に持ち帰るのだ。しかし、俗に言うくれくれではない。トメが持って行った私の私物は、トメの友人や知り合いの手に渡る。なんでかわからないが、トメは人にやたらと物をあげたがる人で、しかもあげるものといえば、私と娘の私物。本、アクセサリー、服、靴、コスメ、DVD、置き時計、マニキュア、ビタミン剤や日焼け止め。もうとにかく目についた夫以外のものを何でもかんでも盗んでは人にあげているらしい。また化粧品取られたんだけど、合鍵返してもらうか鍵変えてよ。いくら夫に訴えても、何度言ってもやめないんだからしょうがないだろ。俺にどうしろって言うんだよ。などと逆ギレ。いや、鍵取り上げろよ。しかし、自分が被害に遭っていないからか、夫は常に他人事のように振る舞う。前、私とお父さんがいる時に目の前で撮られたんだけど、お父さん何も言ってくれなかったよ。だから私がやめてって止めたんだけど。はぁ、なるほどね。ごめんね、お母さんが止められなくて。ゲームも本もバイト代で買ってるのに、もう嫌なんだけど。夫も役に立たない、止めの襲撃は収まらない。となると、やることは一つしかない。自衛だ。ミキ、しばらくおじいちゃん家から学校通える？うん。てか、じいちゃん家の方が電車乗らなくていいから楽なんだよね。そんなわけで、娘は私物ごと私の実家に避難。そして家に残った私はというと、表向きには諦めたふりをして倉庫を借りた。止めの旅行中にわざわざ有給を取り、服と靴の9割、アクセサリー、本、DVD など全部移動。手提げ金庫を買い、コスメや細々した生活必需品はそこに入れ、家にいる間は肌身離さず持ち歩き、出勤するときに持って出て車に積んでおいた。いるかいらないか微妙なものは、いい機会だと思って断捨離。大変だったけど、なんかすっきりしたね。ごめんね、こんなことになっちゃって。全然平気。お父さんもろとも断捨離しちゃおう。娘、強すぎる。今までは私の私物だけが餌食になっていたのだが、娘が大きくなるまでは、といろんなことを我慢していたのだ。しかし、娘も高校生になり、私のものと見分けがつかないものを買うようになったからか、トメは娘のものまで持っていくようになってしまった。指定のシャツまで持っていかれた時はブチギレたけどね。娘がそんなトメを鬱陶しがるようになってから、トメは堂々と娘のものを持っていくようになった。あの腹で産んだ孫なんて信用するんじゃなかったわ。ありゃ将来ろくな大人にならないよ。この言葉だけは忘れない。隣で聞いていた夫が何も言わなかったことも含めて。そんなわけで、家に置く服は部屋着とジーンズ、スウェットのみ。基本黒で、夫のと同じデザイン&サイズに統一した。靴だけはさすがに同じサイズは無理なので、車に積んで施錠。車までサンダルを履いていって履き替えた。徹底して自分のものはフリーにならないようにした私。本当は私も娘と一緒に別居してしまいたかったが、夫が蚊帳の外なまま、ただの嫁姑戦争で片付けるのは、私も娘も尺だったのだ。なんか物が少ないわね。トメはしばらくの間、どの服や物が私ので、どれが夫のかわからず混乱してたようで、何も取られない日々が続いた。お前、そんな嫌味みたいなことやめろよ。何？ミニマリストって流行ってるのよ。私だけなんだからいいでしょ。つうかミキは家出か？おじいちゃん家から通ってさ、学校から近いし電車賃も浮くからって。そんな感じで夫の嫌味をスルーしつつも、同居人としての生活は続けた。こうやって過ごしてみると、夫が娘にもあまり興味がないということがわかる。数日が経過すると、やっぱりやるやるの血は抑えられなかったのか、どっちのでもいいわと思ったのか。おい、俺のもんまで捨てたのか？私は何も触ってないわよ。トメは夫のダイエット器具や漫画を他人にあげてしまったらしい。ふざけんなよ。なんでお前知らない顔してんだよ。俺の金で買ったもんだぞ。最新刊まだ読んでないし。夫、それはそれは大激怒。
でも私に怒ったってしょうがないじゃん。私がいない間に勝手に止めが合鍵で入ってやったこと。私にどうしろっていうの？何度も夫に言われたセリフをそのまま返すと夫は黙ってしまった。でも結局合鍵は取り上げなかったから、その後も腕時計やタブレットなどを取られた。お友達がね、タブレットで孫に動画見せたいって言うから。ここで夫ようやく発狂、義実家に行って止めを怒鳴りつけた。そりゃそうだ、なぜならタブレットは会社支給のものだったんだから。俺だけの問題じゃないんだぞ、下手したら訴えられるから返せ、この泥棒ババアが。息子ちゃんがおかしくなった。焦った止めは特に怪我もしていないのに119番したらしい。警察じゃないんだじゃあお母さん家に戻って話し合ってくるわ。救急車を巻き込んでの大騒動になったが、なぜか合鍵は取り返せなかったようで、夫と家で合流するなり、引っ越そう、あれはもうダメだ、話が通じない。いいね、私もそれがいいと思ってたと賛成し、翌週目星をつけてたアパートを私と娘だけで契約。物が少なくて引っ越しが楽だったわ。冷蔵庫の中まで計画的に空っぽにしといたしね。残された夫に宛て、テーブルの上に置いといた記入済みの離婚届はもう見てくれたんだろうか。ま、見てなくても別にいいけど、だって明日弁護士と一緒に乗り込むつもりだから。娘の協力もあって、私たちは盗まれたものの金額を全て記録していた。盗まれたという事実は証明しづらいものではあるが、ないよりはマシってことで。被害総額見たら驚くだろうね。とか3万もしたのに取られちゃったし。本当よ、私の基礎化粧品だって高いんだから。そんなわけで夫には被害額を考慮した上での慰謝料&娘の養育費を請求。もともとは留さんだけの問題だったけど、自分の親がしたことを無視してた時点で共犯でしょ。そんな俺だって。お母さんが何年我慢したと思ってるの。その後十分な額をもらって離婚することに成功。今元夫は、なんでこうなったんだろう、もっと早くに教えてくれていればと、おたんちんなメールを送ってきてる。私が小学生の頃から言ってたし。現在は娘と二人暮らし、もう物を取られる心配も倉庫を借りる必要もないということで、親子揃っておしゃれに精を出している。元夫は社用タブレットを第三者に譲渡したということで、会社まで巻き込んで大変なことになってるらしく、毎日メールがうるさかったんだけど、私にどうしろっていうの？以後、アドレスも電話番号も変えたので、大変快適です。ご視聴ありがとうございました。